すごい角度の老腕柄来ました、はい、どうもどうもこんにちは、始まりましたね。お昼になりましたね。お昼になりました。ちょっとこっちか、あ、いいですいいです全然。で、あの、この番組ではですね、石田クリーニング広報課がですね、昼休みを利用していろんな人たちといろいろ交流を図っていこうと、うん、でちょうど松山工場が西ハブにありまして、その松山工場では11時半から30分からですね、お昼休みということでですね、それに合わせて私たちもお昼を食べようじゃないかと。はい、そうなんですよ。あと今プロデューサーが前に出てきまして、あいつが持ってないってそうなんですよね、はい、じゃあ今のところですね、見てるの僕だけかもしれない、まあいつもよりね、早いもんね、はい、いつも12時やったっけ。ちょっと待ってください。ああ、今日のね、メニューをまずは紹介します。セブンイレブンで買った京水菜と香味野菜の豚しゃぶおだしパスタにしました。野菜がたっぷりな私のメニューです。はい、いいですね。僕今日は具沢山シーフードグラタン。ああ、結構あれですね、ボリーミーですね。今日3つあるじゃん。そうなんですよ。なんかね、やっぱデザートは食べたくて、いつものあのアンデニッシュを探したんですけど、今日なかったんですよ。すごいな、結構食べるのにね。そうなんですよ、うん、太りました。太りましたよ。あ、太りました。社会人になってからも結構太りました。へえ。じゃあいきますよ、せーの、いただきます。いただきます。はい、香味野菜って大葉のいい匂いがする。あい、美味しそうでしょ、うん、私今日悩まんかったけど悩みましたね。今日も悩んだな。結構宮田さん悩みましたね。この後配信ですよって言ったのがもう10分前ぐらいだったんで。そうですね。でもやればできますね。できますよ、うん、であとね、今セブンイレブン9時やってまして、700円税込みまたは軽減税率の前636円税抜きの、うん、いや合計金額がそれになったらですね、うん、9時にチャレンジできるんですよ。ああ、昨日当たったよね。5月27やから明日までか。うん、え、明日までか、うん、で僕結構今3回やって2回当たってるんですけど、うん、プロデューサーは今3回やって全部外れてる、うん、全部外れてるけど、今ちょっとリアルにちょっとやってみますね僕、うん、今日のやつやってみて。すごいね、3回やって2回当たっとるってね。昨日なんか800円外やったっけ。そうです、そうです。飲んだ。まだ飲んでない。飲んでないんですよ、うん、でもあれ炭酸ね、買ったらレモンのあの元みたいな、レモンチューハイの元みたいな、うん、ああいいよね、レモンチューハイ美味しいもんね。とかさあ、全然 Wi-Fi めっちゃ遅いですね、うん、前に進まない、うん、やっぱりお酒コースにする。お酒コースがいいですね、うん、応募します。お酒コース応募します、はい、あ、残念、外れです。あら、あ、残念、2分の1の確率になったね。はい、50%。でも 50% すごいですよ、よう当たるって聞きましたもん、うん、さあ、みんなも何かしてんちゃおうかな。でもそれだけ勝ってるからね。そうですね、うん、アルスタのね、敷地内にセブンイレブンがあってね、うんうん、本当利用してもら、利用させてもらってって便利ですよね、コンビニがね、うん、もうだって歩いて1分、1分もかからない、うん、多分20秒ぐらいじゃないですか、うんうん、走ったら10秒。確かに、うん、いい場所、いい場所ですよ、道路に面してるし、誘惑が多いんですよ。だからあ、帰り道にね、やし、コンビニ行った時のその商品が選びにくい、うん、あ、そうそう、いっぱいありすぎて、これもいいな、うん、これもいいなって言ったらいつも超えちゃうんですよね、うん。あ、知ってた？冷蔵庫にね、賞味期限切れてるかもしれん。23日までやった。フレンチクルーラーやったっけ。ああ、うん、置いてある。忘
忘れとったの。今日竹原店の店長はね、昼休み広報課見てくれてるみたいで、はい、あのてるちゃん面白いやんって言って、質問しても質問の答え言わんやんって。うん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 、そうそうなんですよ。ここだけなんか時刻変更線があるような感じです、うん、日付が違うみたいな、うん、でもね意外に友達おるんよ。それでも別に僕友達がいないとは言ってないし出た、またそのなんかマイナスに受け取る。いや違う、時刻変更線があるけんさ、あの何外国人とに会ってるみたいな感じでね。いやそういうことじゃなくて、うん、あの要は、うん、時間差で質問がいくよね。あ、時間差ね、うん、うんうんうん。じゃあどっちみちは会話できるか。そうですね、うん、全然終着点が一緒やったら全然あるんですよ、うん、でもしようと思っても、うん、しようと思ったらね、言葉が通じんでもね、うん、できるよね。全然できる、うんうん、美味しい、うん、今ね、3名の方が見ていただいてますけど、うん、嬉しいですね。嬉しいですね3名の方が、はい、一瞬だけ小川さん言ったやめた、プロデューサーやめた、うん、やっぱ黒いですね、言われました。色黒いやな、あ焼けたね、うん、日焼け止めとか塗らない？うん、塗るときは塗りますけど。あ、うん、あのロケとか行きよるときは塗りよった？外ロケ全然。だからもっと黒くなる？あ、もう夏の現場が終わったら真っ黒でした。へ、うん、首とかも焼けちゃうし、へ、嫌なんですよ。首が、うん、目、あの唇が焼けるのが一番痛くて、うんうんうん、ヒリヒリするもんね。ヒリヒリするし、皮も出るし、うんうん、チューもできないね言わしたいよね。いや、逆さでもしますよ。あ、そうだね、はい、リップ乗りたくりますわ、うんうん、ちゃんと拾ってくれたよね。いつも拾ってくれんもんね無視そういう話題は、ね、大丈夫です。あ、そうだ、僕も得意不得意があるんで、うん、拾うときと拾わんときの差がね、うん、拾ってないときは頭で何か考えるんでしょうね、うんうんうん、次何食べようとか、うんうん、いや昨日、うん、あれなんですよ、なんか結構映画の話しとったでしょ、ラピュタとか、うん、うちの事務長が僕も映画好きですよってね、あの言いよったね。そう、それを言いたかった、うん、僕が、うん、あ、ごめん言って先に言っちゃうから話題の構成をちゃんと考えてやってます。聞いてる、うん、小山さん、いや呼びかけちゃった無視なんか泳がしております。何が好きなんやろ、ね、みんなね、確かに小山さんの映画、うん、まあ、小山さんっていう方がいらっしゃいまして、事務もね、いつもやってもらってる方なんですけど、ね、うんうん、何が好きなんやろね。私らのことはね、こうやって見てもらってね、分かってもらえるけどね。普段なかなかね、うん、あのお電話とか、うん、あのズームでしか会わないんですけど、うん、こういうので見てもらえたらいいなと、うん、どういう系が好きです映画？結構いろいろ見ますけど、でも、うん、B 級の、うん、B 級って言ったら失礼になるかな、コメディですね、うん、アメリカのコメディ映画とか結構好きですよ。ミスター・ビーンズとか、あれ B 級じゃない？あれもう超メジャーですね。そうやね、はい、うん、ミスター・ビーンズって何ですかミスター・ビーンじゃなかったからなんか南海放送の番組とこっちゃになってますよよく気がついたね。いや、そんな名前やったかなそうか、あ、今5名に増えましたね。あ、今日小川さん黒じゃないですか。そう、今日合わせてみたんですよ、黒。あ、でも赤もいいって言われるんやけど、うん、黒にするとでもなんかあれですね、やっぱり黒ってあれなんでしょう、しまって見えるみたいなのがあるんでしょう、色的に顔が白く見えたりとか。うん、そうですね。いや、宮谷さんいつもね黒で太い
なんかプロデューサーが、ね、うん、ディスってるんですけど、はい、ちょっとそれは僕もちょっといやでももうなんか早切り替え切り返しその話題の時の切り返しがめちゃくちゃ早かったですねというかそうで、ディスられたら自分で上げないといけないから、年を取るとね、明るい色をね着た方がいいかなっていう、あ、なるほど、だけどこのポロシャツ決める時も言おったやん、はあ、本当はみんな黒にしようって言って、うんうんうん、言ったけど、土壇場でやっぱり私赤にするって言って、うんうんうん、塗ってた、うん、でも赤が似合ってます、あ、うん、ありがとうございます、うん、お母さんすごいおしゃれなんですよ、とてもね、私服見た時ないやんでもねあで、なんかこの前長靴の話題になったんですよ、ね、長靴ね、うん、で、なんかおしゃれな長靴って需要あるんかなみたいな話しよったら、小川さんの目の色変わってなんか、うん、あるよ、ハンターブーツって知っとるかと君ら、うん、っていう話になりまして、うん、でハンターブーツってなんやと、うん、で僕とプロデューサーは本当全然服とかにあまり興味 ないんで、なんやろね、ハンターブーツって言って多分 お互いにインディン・ジョーンズとかが履いてそうな長靴というか、もうほんまなんか後ろにちょっと金属ついとるみたいな、あんなのハンターブーツかなと思ったんですけど、おしゃれでしたね、見せて、おしゃれやったやろ、うん、なんか全然納得せんけん、ね、説明をいろいろ見せて、こういう外人が履いとったらかっこいいかな、違うねなんか説明してくれよんですけど、すぐ違うページ行くから、うん、僕らが、どれって言った瞬間もう違うページって、もうなんかこれハンターちゃうやんみたいな先取りするから、そこがなんか、うん、せっかちなんかな、あ、かもしれんし、時間軸が人よりも 1.25 倍早いんかもしれん、うん、さっきこれ始まった時も言ったやん、時差があるって言って、うん、あ、もうだから遅れとんじゃなくて早いんだ、うん、でもね、これはね、よく言われる人に、あ、ちょっと早いって、話しちょったんやけど、もう私違うとこ行っとるって言って、よしやろうって言ったらもうすぐに、もうそこにはいなかったりね、あなるほど、みんなで決めてもね、早いんや、やっぱ、うん、即決即行動派、そうだけ、お店とかもいろんなお店知ったりとかしたら、はい、すぐ行きたくなる、あ、でもそれ相当アンテナ立ててますやん、トレンドに敏感ってことでしょ、うん、人とかもそう、お店もそうやけど、人もなんかあの人いいよっていうふうに聞いたら話しに行きたくなら、でもさ、仕事上いろんな人とこう会話してきたじゃん、はいはい、社長さんだとかと、やっぱりね、地域の面白い人たちっていうか、活躍してる人たちの話聞くって財産よね、財産でもあるし、すごい刺激的ですよね、経営者の人たちも考え方は多種多様で、本当にそれこそ今まで同じ仕事をずっとし続けてないじゃん、うん、はいはい、刺激のある仕事をし続けて、楽しいよね、そうですね、でもまあ根本はなんか変わってないんですよね、うん、ずっとやってるのが、うん、誰かに何かを伝えるみたいな、あ、そういう仕事をずっとしてるんで、そうですね、だからね、伝えるのも上手だし、いやいやいや、まだまだ言葉足らずなことなんか、僕こそいっぱいありますよ、奥さんとも毎日会話してる？してます、うん、で、奥さんに分かるように説明毎日してたらね、アウトプットにもなるよね、そうなんですよね、うん、僕結構家では、うん、お母さんタイプというか、うん、あれやった？これやった？みたいな、うんうん、で、何それって言われて、あ、ごめんごめんって言って言い直してみたいな感じがあるんですけど、うん、お母さんタイプね、うんうんうん、立っていいでしょ、うん、めんどくさいけどねめんどくさいんだめんどくさいけど、いやだからせっかちなんですよ、僕もかなり、うんうん、家でも、うん、え、あれ見つかったとか、うんうん、あれって何みたいな、うん、イラッとされるんですけど、うんうんうん、いや違う、ごめんって言って、うん、あれとこれって丁寧に説明するんですけど、うん、そういう会話はしてますよ、でもね、本当話するって大事やね、大事大事、それでまた、え、何って言われるのもまたいいね、そう、それでね、諦める人もおるじゃん、はいはいって言われて、うん、で結局あの人何話しとったんやろねって言われるんね、うん、そう、やけん奥さんも素晴らしい、ほんといいね、いい夫婦関係で、うん、円満の秘訣は、円満の秘訣ですか、うん、うん、なんやろうな、うん、だからスキンシップは多く要件取ってますね、多くめに、え、毎日行ってきますの、中とかは、
ね、うん、そこまではしないですけど、うん、でもハグとかハグとかはするかな。で必ず顔見て行ってきますって言うようにしてる。いいね。そうですね、うん、私ね今日ね YouTube でね、はい、なんかちょっと見よったら旦那さんが聴覚障害が あって、で奥さんは健常者で、うん、っていう、でもすごい仲良しで、うん、で旦那さんはネガティブなんやけど奥さんはプラス思考でって、うんうんうん、なんか2人が補い合ってるっていうね、日常の動画を見たんやけど、それはあるかもしれないですよ、本当に、うん、補い合うっていうのは、うん、いいな。人間ってね 100% 完璧人間じゃないんで、うん、で多分、うん、好きになる人って多分そういうことな、自分が持ってないものを持ってる人を好きになるんやと思うし、うん、でやっぱりそこにやっぱ尊敬とか憧れとかね、そう憧れとかがあるから一緒になって面白いんですよ、うん、同じ人が集まってもだってそれは喧嘩になりますよ、うん、だから違うから余計それが楽しいんじゃないですか、うんうんうん、それ秘訣かもな。笑うツボも一緒？笑うツボ全然違いますね、うん、でも奥さんが、うん、奥さんね、うん、あれなんですよ、笑うときって、うん、まあ2ヶ月に1回か1ヶ月に1回ぐらいあるんですよ、うん、なんか変なところでツボ入るとき、うんうん、ツボに入ったら、うん、もうめっちゃ引き笑いになって、うん、涙がボロボロ出てくるんですけど、その時になったら僕も一緒に笑います。その笑い方が面白くて、うん、めっちゃ僕もツボに入って、うん、2人で涙流して笑うっていう、うん、いいね。なんかそれを喋りよる宮谷さんが素敵やね。笑顔で喋りよるけん。本当ですか？うん、いい。やっぱりね、笑顔っていうかね、笑いがある家庭がいいよね。うんうんうん、笑いはいっぱいある、うん、いっぱいありますよ、我が家は。子供もね3人いるからね。3人います。うんうん、よく言われるんですよ、ほんまに子供いますかと。うん、なんか生活感がないって言われて、私も思っとった。初めて会った時に、はい、絶対結婚してないと思っとったもん。あ、本当ですか？うん、なんかよく言われます。うん、でもちゃんと家ではやってる。3人もおると思わんもん。あ、本当ですか？うん、なんやろうな、うん、まだなんかそのギラギラ感が出てるってことですか？落ち着いてる感じが出てないんかな。いや、何やろね。でもなんかちょっと自由な感じが出てるんかもね。あ、なるほど。うん、ギラギラ感っていうより自分のこう行きたい道に行けてるような気がするっていうか、なんかいろいろ制限出たりするじゃ ん、うんうんうん、確かにそれはあるかな、うん、だけど意外と僕あれですよ、優柔不断やし、うん、先頭に立っていくタイプでもないし、ね、思ったんやけど決断力は早いじゃん、仕事に対してはね。あ、そうですね。やけど本当に本当のちっちゃいこと、コンビニで、あ、そうそう、商品選ぶとき めっちゃ長いでしょ。じゃけん、なんかスイーツとかも選ぶときも苦手じゃない？めっちゃ長いです。サーティワンアイスクリームとかめっちゃ悩みます。あんなにいっぱいあるけんね。いっぱいあるから歩いたらまた種類変わるでしょ、うん、だからさっきのもう一回見たいなみたいな、わかります？ほいで結局テイスティング、はい、したやつにしたりする。あ、するな、うん、オレンジソルベとかテスティングだいたいオレンジソルベやったりするよ。オレンジソルベ来るよ、ね。うん、オレンジソルベうまいんすよ、うん、あ、これよ、うん、さっぱり系、うん、さっぱり系がええみたいな、うん、で結局それになるみたいな。そう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 、もうよくわからんなるよね。そうなんですよ。なんとなくね、サーティワンとか。そうですね、あと、うん、ご飯食べに行った時とかも、うんうん、悩むメニュー。いつも行ってるお店やったら、うん、同じの頼むんですよ、うんうんうん、例えば吉野家さんとかだったら、うんうんうん、同じメニュー毎回僕は焼肉おでんかなんか頼んでしょ、うんうんうん、だから他のやつはもうメモくれずにそれ食べたいんですよ、うん、で初めて行って、例えば小川さんがここおすすめやでみたいな、うんうんうん、行った時に、うん、小川さんがこれおすすめなやつ食べてみたら、うん、これおすすめらしいよ、うん、って言ったら他にもなんか、うん、あれ、例えばエビグラタンがあるとしたら、うん、エビグラタンも美味しそうやなみたいになるんですよ、うんうん、どうする、そういう時って。2つ頼めたら2つ頼もうとする、うん、でもやっぱり自分が食べたいものを食べる。食べたいけど、でもそれ時と場合によりますね、うん、あ、言った人にもよるよね。そうそうなんです、おすすめって言ってくれたら、あ、じゃあそれで同じのでっていう時もあるし、うん、仲が良かったら、うん、おすすめな、でも小川さんおすすめ頼むからな、俺エビグラタンやったらちょっとずつもらえるかもしれないみたいなとか考えるわけですよ、うんうん、夫婦で行ったらね、家族で行ったら余計ね。そうそうそう、うん、でもその辺って早いじゃないですか、早い人って。早いね、私これみたいな、うん、
うん、私あんまり悩まんね。あ、本当ですか。もうね、食べた時に悩む人おるやん、やっぱあれにすればよかったとかって。うちのプロデューサーとかよく聞く言葉や。今日失敗したわーとかっていう、やっぱクリームパンやったかみたいな時ありますもんね。そうそう、あんまり思わんよね。うん、どれも美味しいし、どれも満足。確かにね、うん、だからその辺は小川さんは早いと思う、うん、判断というか。だけどね、どうでもいいことは早いよ。あでも、まあ、確かにな、うん、もう悩んどるとこはあんま見たことないけどな、その判断でどっちにしようか、うん、どっちがいいかなみたいなのはあんま聞かないじゃないですか、うん、相談とかもあんまないでしょ、そのとこの。いや、例えば飲み物 A と飲み物 B やって、これどっち買おうかみたいな。ないね。でしょ、僕は結構ジョン、うん、あのプロデューサーに聞くんですよ。あ、どっちがええですかねみたいな。なんか可愛いですね。でもなんか人が例えば、うんうん、そういう食べ物の時とかやったら、例えばジョンが A がうまいらしいよ、飲んだ方がええよって言われたら、もうそれで決めちゃうって。いや、あのね、そうなんよ。結局ね、人に言われたらこう気使って、その人の思ったように買わないけんのが、あ、心理が働くんだ。 しんどい。あ、自分の思っとることと違っとったりするじゃん。はい。でやっぱり自分が思っとることが一番いいと思うけ、自分に聞く、あ、どっちがいいかな。でドライブとか友達とするじゃん、はい、私が行きたいところに連れて行く。あ、いいですね。僕めっちゃ聞くもん。聞かない、どこ行くとか。家族とかで行く時も、うん、まあ、究極は、うん、あの聞くんですよ、めちゃくちゃ。え、今日どこ行きたいみたいな。公園っつっても、でも公園いっぱいあんでみたいな。で、エミフルマサキの隣のあのマサキ公園か、うん、あん中にもあるよとか、うん、で、潮彩公園っていう森漁港の横にあるんですけど、うんうん、潮彩公園もあるよとかって言って決めるんですけど、うん、で、究極はこの前一回やって面白いなと思ったのが、うん、子供が行きたい道を言ってもらうんですよ、僕は何も決めずに、うん、まず家から出ます、うんうんうん、家の駐車場右左あります、うんうんうん、どっち行くみたいな、うん、じゃあ左みたいな、うん、左行くよって左行って、また突き当たりに、うん、右と左どっち行くみたいな、うん、で、左みたいな、うん、左みたいな、うん、で元の場所戻ってきたねみたいな。結局ほら、ここ面白いね。で、そんなんして、うん、じゃあちょっと右行こうかって、うん、右行ったりして、で、そこでなんか見つけたことない公園とか見つけて、うん、ここで遊んでみようよとか、うん、そういうなんかトレジャーハント的なドライブはすることありますね。そうすると別にあのもう運に委ねてるから。なるほどね。なんか多分ですね、僕進めた時にがっかりされるのが嫌なんですよ。あー、私ね、進めて私がいいところはがっかりしたとしても、あ、いいねってなる、な、共感したい心理が大きいかもね。あ、でもちょっと違うなと思われとったらどうしますか。いい、それはそれはいいんですか。いい、全然共感できてないじゃないですか。いいいいけど、どういうこと。いいけど一応聞くんよ、あの最初にさあドライブ行くぞって言って、どこ行きたいっては聞くんよ。あ、で、別にないっていう子が大体多いんよ。やけん、あ、じゃあ私のおすすめ行くねとかって。この前もね、おすすめ行くねって言って、で、丹原から新居浜行って、新居浜から今治に行って、でもご飯一丁も食べんかったんや。あ、でもね、わ、うん、かる。僕もね、ドライブしてる時間が楽しくて。そう特に僕、車好きとかではないんですけど、うんうん、私もそう。ドライブしてるのが楽しい。そうそうそう。で、その中で話してるのが楽しいでしょ。そう、うん、ほんで、なんかあのお菓子とか、なんかちょびちょび買うんよね、コンビニとかで、はいはいはい、買ったり、そこの今治の美味しいチョコレートケーキとか買ったりして。楽しんでるじゃないですか。そういいよ、うん。で、私のこうやりたいようにできる人と、あ、なるほど、自分がコントロールできる人で、うん、いいと考えると、自分がコントロールできる人じゃないとちょっと一緒にドライブできないな。まあできるけど、自分がしんどくなるかもしれん。それはちょっと長時間はなくて、もしかしたらスルスって帰ってくるかもしれない。そうやね、はい、うん、意外とでもあれですよね、小川さん、あの、うん、石田クリーニングのキャストの、うん、例えばあの下のトモミンさんとか、うん、と一緒に結構お出かけとか遊びに行ったりしてますよね。トモミンのね、ばあちゃんち行ったんよ。あ、何歳って言ったかな、86歳って言ったかな。あ、そうなんですか、うん、それなんで行くようになったんですか。いや、それがね、私が連れ回したんよ。見たらトモミンが、私ばあちゃんに会いたくなったと。あ、じゃけん、私が連れ回しよったけど、自分もリクエストできるなと思ったんじゃない。ああ、なるほどなるほど、うん、あ、この感じやったら、うん、ポッと行ってもいけるんちゃうかと、うんうんうん、じゃあ行くって言って、へー、ばあちゃんち行って、ばあちゃんと30分ぐらい喋って、
ばあちゃん高校や。うん、いいな。僕もね、2人ともというか、ね、4人か4人とももう亡くしてるんで、うんうん、そんなのがなかったからなんか羨ましいですね。なんか意外とじいちゃん、僕ずっと大阪おったんで、うん、あのでじいちゃんとか 今治なんで、うん、なかなか会うことがなかったんですよ。で今みたいにその携帯もないし、うん、家電に電話かかってくるみたいな感じあったから、あの時もうちょっとしとったらよかったなと思いますけど、ね、いやでもなんか自分が小さい時に行ったところってなんか今でも夢に出てきたりして、ね、出てきます出てきます、うん、そうで懐かしくて行きたくなら行きたくなるですね、うん、僕じいちゃんにはあの今治の来島っていう、うん、住所来島なんですけど、うん、小さい島って書いて小島って言うんですよ。橋浜からフェリーっていうかちっちゃい本当20人ぐらいが乗れる船乗って、15分ぐらいかけていくんですけど、いいね、バーベキューしようや。あ、できますよ、ね、全然できるし、で魚も釣れるじゃん。魚も釣れるんですよ。いいやん、うん、ほんで海も綺麗やろ。海も今普通。あれ家族で行く？あ、家族で行きますよ。で、あの、うん、父さんが、お兄さんがいて、あの一緒になってこうそあの家の掃除とかしてるんで、うん、結構今も綺麗に。いいやん。で、じいちゃん家って僕全部隅々まで見たことないんですよ。うん、なんか家の中に階段3つぐらいあるし、あーなんか言ったね。そう、昔ながらの家なんで、うんうん、階段めっちゃこんな急勾配みたいな階段やし、なんかお宝が出てくるんじゃない。いやー分からん。でももうそんなんも調べ尽くしてるでしょ大人たちが。実はね、欲にまみれた大人たちがもう調べ尽くしてますよ。でもいいね、なんかその花あのなんか別荘みたいな。そうですね、まあ形を言うとねそういう形なんですけど、うん、そんなにいいあれじゃないんですけど、うん、家なんですけど、でもあるんですよ、裏からこんなとこ階段あったみたいな。うん、いいね。そう、昔のおじいちゃん家って今食事中なんであれなんですけど、トイレが2つあるでしょ。うんうん、あの外トイレというか、あの男性用と、うん、今みたいな水洗便所みたいな、あるんだ。座る用とね、あ、立つ用ね、あるでしょ。だからトイレめっちゃ広いんですよ、こんな広いトイレみたいな、そんなあったりして面白いとか、でこんなところ階段のみたいな、で、うん、上になんか倉庫があんねんみたいな言ってて、うん、それこそ子供が行ったら喜ぶやろ。もうめちゃくちゃ喜ぶと思いますよ、うん、探検に行くとかって言って、で島を一周一回奥さんと結婚する前にデートで島行って、うん、いやここじいちゃん家なんやみたいな、うんうんうん、言うんで案内した時に島一周歩いて1時間半ぐらいやったかな、うん、いいね、ちょうどいい、ちょうどいいぐらいやったと思う距離やね、うん、散歩するのも好き。散歩好きですよ。そう、昨日ちょうどね、あのマインドフルネスについてね話しちゃったんやけどね、散歩とか、あ、そうですね、あのなんか瞑想の話、瞑想の話言おったんやけどね、だから例えばこのマラソン走ってる時に何考えながら走ってるかとかって、でも意外に無心だったりする時もあるんじゃないかな、ね、散歩の時もこう会話に2人でおるけあっという間でやろう。いや、あっという間でしたね、うん、でも景色も見るし、で砂浜にラブみたいなの書いたりして、あー、いい写真撮ったりしてね。今プロデューサーも頷いてました。ロマンチストやね。やらへんで。うん、男の人はロマンチストやね。なんかでもそういうのが、うん、やっぱりこう頭の中でアルバム作った時に、うん、なんか1ページとして蘇ってくると、うん、やっぱ奥さんを今でも愛してるし、うん、そう、全然それで。なんか嫌なところはあるんですけど、うんうんうん、多分向こうも僕のこと多分すごい嫌やと思いますけど、うんうん、お互いが最後のところは一歩踏み込まないんですよ、うんね、それは自分で伝えてって言わんと分からへんからっていうことを話し合う何回もしました、うん、例えばちょっと機嫌が悪い時になんで機嫌悪いみたいな聞いた時に最初は、うん、いや何もないって言ったけど、うん、そうやって俺分からんから、うん、言ってくれんという話をして、うん、まさにこの会社みたいな、うん、あの会話を僕はもう夫婦間でやってたんですよ。でいやいやこうこうこうで怒ったんやと、うん、であの言い方なんなんやみたいになって、うん、あ悪かったと、うん、俺も全然その辺何も考えずに言ってしまったみたいな、うん、で次から気をつける、うん、ギュッみたいな感じ。ああ、いいねっていう話を重ねて、後に引きずらない感じ。そう、うん、そうなんですよ、うん、であんまりなんかでもしたくないな、うん、どうなんやろしたくない、うん、なんか恥ずかしい、だからそこが僕感覚が分からん。めっちゃ話し合いですよ、うん、子供寝た後とかにちょっと集合、うんうん、かけられる時もあるし、うん、ちょっと、うん、これはちょっと俺気持ち悪いとこの夫婦のこの感じが、うん、ちょっと話し合うちゃんと、うん、いいね、なりますよ、うん、やっぱ
円満の秘訣は会話かもしれんね。会話やし、あとはね、あの一個言おうと思ってたのがやっぱりあれです、趣味、うん、お互い趣味があるんですよ。あ、それぞれお互いの趣味があるのがいいんか。で、うん、これ僕の勝手な持論ですよ、皆さん勘違いされないように。あの趣味が一緒で友達みたいになる人いるじゃないですか、うんうん、それもありやと思うけど、うん、僕それになってくるとね、なんか多分退屈するんだと思う。例えば奥さんが釣りしだして、うん、奥さんも毎週釣りに行くみたいになったら、うん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 、ちょっと途中はいいと思うんですよ、楽しい、うん、だけどそれはもうなんて言ったらいいかな、友達みたいな感じになっちゃうから、そこになんか、うん、もうなんかこうね、うん、愛情が同情になってしまうような気がして。私も思うよ、お互いが好きなことしてで会った時にここ良かったんだよっていう会話が一番新鮮なんかなって私も思う。そうでしょ、うん、毎回だからずっと夫婦やから、うん、まあ人間80歳とか90歳まで生きたとして、うんうん、その時に同じ趣味でやるのは僕は老後とかでいいかなと思って、うん、今はお互い好きなこと、好きなことって言うとあれですけど、うん、まあ、それぞれ趣味持って、うん、自分の時間持ってて、うんうん、で一緒になる時は一緒になるみたいな、うん、だって会話もね広がるもんね、うん、こういうことがあってねとかっていう風になって、そうそうそう、今日釣り行ったけど全然釣れんかったんよって、うん、みたいな。で私もねって言ってこの前こういう人に会ってねとかってすごい楽しかったんよ。まさにそんな感じです、うん、でいい、ね、それを話すのが結構アウトプットになってるんですよ ね、うん、いいよね。知らない場所をこう想像させるというか、うん、あの白石の花っていうところがあってそこ巨石があってさ、うん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 、っていうまず外の情報から言うじゃないですか、うんうんうん、でまあ高浜からこう、うん、免許センターの方に向ける海岸線行ったらあるんよみたいな、うん、やったら大体通ったことあるから、ああそこかみたいな、うん、あそこ降りれるみたいな話から行くと、うん、すごく話がしやすいというか、うん、2人が同じこう外観を頭の中にこう想像してるじゃないですか、うん、そしたらねなんかいらんこと省いたりするもんね、同じことしよったら。そうそうそう、で会話もなくなったりね、うん、するけんね、いいね本当。それなんか教えてあげないけんねこんなんいいよ、まあ、でもこれはね、でも人の本当にさっきも言ったけどこれは僕の勝手な個人的な意見なんですけどね、それは人のあれだと思います、うんうん、僕は自分の時間が絶対いるし、うんうんうん、向こうはいらんかもしれんけど、なんか一、うん、人で降りたい時があるじゃないですか、うんうん、家の中でも、うんうん、でも一人で降りるスペースがないとすごい僕ストレスを感じるんですよ、うん、自分の部屋あるん？一応自分の部屋って言ってますけど、うん、子供たちは自分らの部屋や言ってますけど、ね、取り合いこか、はい、だからテレビとかはそっちで見たりして、もうリビングはずっともうあのアニメのチャンネルがずーっとついてるんですよ。アニマックスとかあるの？アニマックスとかカートゥーンネットワーク、うんうんうん、あれが永遠と流れてるんですよ、うんうんうん、何このアニメみたいな、うんうん、おかしなガムボールっていうのがあるんですけど、カートゥーンネットワークで何これみたいな、結構風刺というか皮肉が効いてる、これチコちゃんみたいなよりかはもっとアメリカの、うん、アニメやからもっとこう、うん、もっとこう社会にメスを入れた回もあるし、うん、いい勉強やね。いやそんな皮肉みたいな人間になってほしくないなと思って皮肉があるというか、うん、どんな子になるかね、本当です楽しみやね、うん、すごいね、食べるのが早いな。あ、僕ですか、うん、うん、多分小川さんが遅いんやってる、ちょっとね、うん、皆さんご飯食べました？工場の人たちは、うん、いや今のも多分ね、うん、そこそ聞きながらね、うん、食べてもらったらちょうどいい BGM になったんじゃないかなと思いますけど、うんうん、今日はさ、分かる分かるとかね、うん、今日は何食べたんやろ、みんな何食べんやろ、教えてほしいな。ティラミス、あーティラミスね、うん、今日でもティラミス忙しいかもしれないですね、うん、忙しいかもしれんね、ダイエットしよるかもしれんし、ティラミスだけによう分からん、ね、ティラミスもカロリー固まりのようそうやろこうやろ言うてるのによく分からんそうそう、何食べたんやろ、工場長とかいつも何食べんやろ、うん、工場長だっていっぱい食べるじゃないですか、いっぱい食べるね。この、 あの YouTube チャンネルでねカレー食べよるのをね配信しとるけどね、あの時だってパンもなんか6個とか7個食べてきとったでしょ、そうそうそう、で食べっぷりがいいのよまた、そうですね、僕もだってもですか、うん、スプーン止まりましたもん横で食べて、うん、すげーって、うん、あれペコペコやった時はすごいでな、すごいでな、うんうん、すごいよほんと、ね、うん、めっちゃ食べるんかな、ひたすらずーっと
ずっと、うん、すごいね、やっぱ人より胃が大きいんですかね。でもあんまり太ってないよね。全然、うん、いいよね、食べても太らんって。脱いだらすごいかもしれん。そうですね、ちょっとここでね、どうします、シックスパックとかになってた。でもね、工場ね、これからね、うん、やっぱり暑くなってもうね、いい発汗されますよ。ああ、なるほど。動いてね、動きますもんね、しかも動くし、こうやっぱり蒸気とかもあるんで、動かなくても夏場は暑いっすって言ってましたからね、うん、でもね、私大好きやった松山工場。本当ですか。いい汗かくんよ。あ、そうなんですよ、うん、じゃあいい仕事をしてされてたってことですね、うん、なんかもうバーって汗出す時ってないことない、サウナとかそんなんじゃないと。やけど自分が動いて出す汗ってやっぱ違うよ。やっぱ小川さんの汗もあんまりいい匂いするんですかね。うん、そうやね。臭いよ。臭いんですか。でも女性の汗ってなんかそんなにこう、あの、一緒よ。柔軟剤の匂いしそうな気がしますけど。するわけないし。そうなんや。昨日実験したやん。あ、実験しました。匂わん加工って言って、あの石田クリーニングでね、保険があるんだけど、そう、6月からね、うん、いろいろ力を入れてやっていくキャンペーン商品でありますよ、ニオワンガード加工、はい、毎月毎月キャンペーンやってるんですけど、来月はニオワン加工って言って、あの宮谷さんね、初めて、そうなんですよ、体験をさせてもらいまして、体験したことなかったんでね、まあ、はい、この模様はですね、6月1日にね、YouTube で上がりますので、うん、見ていただきたいなって、すごいびっくりしたよ。すごいすごい、もう簡単に言うと特許技術で、うん、匂うやつが匂わなるってやつです、うん、はい、もう簡単に言うと、そうで除去簡単に言うと、うん、除去し続けるっていう、そう、効果長持ち、うん、匂わんってね、ワンって犬やってましたからね、うん、はい、犬ってすごいね、匂いに敏感やけんね。すごいよな、この漫才みたいなこのテンポで次々いきますね。犬飼ってます？いや、飼っとんよ。え、飼ってるんですか？飼っとんよ。名前なんていうんですか？なんかペットおりそうになさそうやろ。家族もおりそうになさそうやろ。家族はおるでしょ、もう知ってるから。あ、そっか、ペットおるんやけどね、歯一本もないんよ。で、目も白内障なんよ。あ、もうおじいちゃんなんですか？おばあちゃん、おばあちゃんなんやけど、飼った時からね、飼った時っていうか拾ったんよ。あー、えら。いや、で、もうね、心臓も肥大しとって。なんなんすか、肥大って。あの、もうちょっと大きくなってるんですか。うん、心、うん、で、もう長くないやろっていうふうに言われてからもう5年ぐらい経ってる。すげえな、生命力が。犬の生命力強いな。うん、そう、強いっすね。強い、もうやっぱね、名前なんていうんですか。あのね、もう白でええやんって言ったよ、はい、つけるときに、はい、でもなんか名付けってね、私が結構するんよ、はいはい、で、もうつけ白でええやん、ポチでもええやんとか言ったよね、はい、いい加減なことばっかり言ったよ、はい、だからそんな、まあ、真面目にしろって言われて怒られて。あ、白だけにね。真面目にしろって、うまい。誰が返したんですか、それ。いや、あの旦那に怒られて。うまいな。じゃあつければいいのにと思いながら、うん、じゃあ、あの友達の犬がモモやったけ、はい、ママ、うん、ミミ、うん、ムム、うん、メメとかって言って、ああ一番ピンときたのがララ。全然違う。行が違う。行が違うけどね。これでいいと思ってララにした。ララなんですね。うんうん、でもうちの一時預かっとった犬もララやった。おやろ、いいやろ。でしかも白色やったんですよ。うん、めっちゃ怯えとった。そう、虐待されてたんで。ああ、そうなん。それをこう引き取ったみたいな。うん、昔はね、飼いよった犬はね、ファルコンってつけとった。お、強そう。ね、バインディングストーリーのファルコン、ね、耳引っ張ってやりよったんでしょ。うんうん、かわいかった、ゴールデンレトリバー。ああ、ゴールデンいいな、かわいいな。この前ね、あのエミフルマサキのペットショップがあるんですけど、うんうん、そこでね、僕ね、あんまりこう動物、猫飼いよんですけど、うん、犬もまあ好きなんですよ、うん、でもまあ今マンションで住んでるから飼えないんですけど、そのエミフルのペットショップ行ったら、うん、超可愛い犬がいて、それが秋田犬の真っ白い子、ええー、いいやん。でも5ヶ月ぐらいでも結構大きかったんですよ、うん、でもなんかこう凛としたこう佇まいで、うん、秋田犬ってめっちゃ大きくなる、大きくなる、うん、でもう凛とした佇まいでこっちこう人間たちをこう見てたんですよね、うんうん、そうみたいな感じで、うん、でも気に入ったと、うん、この顔も、うん、可愛いなと思って、でそのまま、うん、
あの別の服とか見に、うん、あの本館の方に行って、うんうん、帰ってきたらもういなくて、で店員さんに聞いたんですよ、うん、そしたらあ、さっき売れましたって言ってたから、うん、売れローラやったんやあれ。あでも28万円ぐらいです。いやでもね、今ねペットショップ私もねよく行くんよ。だからね高くなってない？いや分からないですよ。何年か前はね10万ぐらいでね犬おったんよ。今ね30万ぐらいがザラやけん。どれも30万なんよ。だからもう多分ね知っとる人は知っとるかもしれん。今ちょっと値上げしとる。それはだってもうね、うん、犬抱っこして人間が歩いてる時代ですからね。ね、河原でよう見るでしょ。どっちが散歩されるんやろみたいな。あるある。うん、いや、あのやっぱコロナでなんかね退屈するじゃん。ペット飼っとる人とか増えたんじゃないかなとかって思って。やし、やっぱりこう今高齢化社会で、うん、まあ自分の子育てが終わって夫婦二人の時間ってなった時に、うん、やっぱペットがいると、うん、やっぱハートケアというか、こう心のこうケアというかね、うん、そういうのもあるし、なんか多分おるだけでこうみんながこう幸せになれる存在なんじゃないですか。わかる。あ、本当ですか。うん、ララちゃんも最初ね飼った時はねすっごい幸せ感じた。あ、なんかもう昔から夢やったんよ、犬飼うのが。過去形で喋るから結末が見えてしまうけど、はい、うん、昔から犬飼うのが夢やったんよ。あ、そうなんですね。うん、近所の犬をに鳥の骨をあげに行きよったんよって言ったら、それは鳥の骨をあげたりかんって言って怒られて、骨刺さるでしょ。そう、だけどあの鶏肉食べた後にあいてあいてあいて、むしゃむしゃ食べよったでも元気にね。あ、そうなんですね。お、もう1時間ぐらいになるね。まあやな、結構喋りますね、うん、今11人の方がね、見てくれてるんですよ、うん、何プロデューサー、うん、巻く練習、うん、巻く練習ね。あ、巻きやっちゃう、うん、巻く練習教えてくれる。あ、いいですよ。なんかね、うん、小川さん、あの夜な夜な、まあ朝早く来て、なんかケーブルを巻きたいって。でも全然覚えれないけど、でケーブルをね、巻く練習をしてるんですけど、うん、ちょっとじゃあ、うん、やってみますか、うん、ケーブルね、皆さんね、あれなんよ、普通に巻いたんじゃダメなんよね。そうそう、ちゃんと絡まらんように巻かないといけないんだけどね、それがまたね、ちょっと難しいよね。でも覚えたらあれなんやろうけどね、八の字巻きをね。そうです、そうです。 YouTube で探したら結構いろいろあって、はい、うん、はい、このケーブル、そうなんです、まあ、ケーブルってあの今パッとこうね、なってますけど、ほらこれもそうですけどね、巻いた後こうやって出てこないでしょ、これ、ね、これどうなってるんだって、大体現場でこうなんでってなるわけですよ。あれが巻いたやん、うん、これを一回届きますよ。で、僕もこれは独学というかね、うんうん、あの独学ではないけど、僕もカメラのアシスタントしてた時に教えてもらったんですけど、で、はい、で、まああのこのね、今映像関係でよく使うこの HDMI ケーブルっていうのがあるんですけど、まあ、こんな感じですね。で、ケーブル巻くときにただ単にこうやって巻く方もいらっしゃいますけど、これはね、ちょっとケーブルの中の断線とか、次使うときにもつれてちょっと出すときに時間がかかるとかってなっちゃうんで、こういう時はですね、八の字巻きっていうのがありまして、まあ、まずどっちから出すかっていうのを考えるんですよ。だいたいこっちにカメラあるから、そっちから例えば引っ張ってもシュルルって出せるようにするっていうのでやると。で、まずはこう、まあ、単純にこう、これこっち持っていい？あ、持たなくていいです。あ、うん、覚えるのに。あ、いいでしょ、いいでしょ、うん、で、まあ、なんて言ってんかな、八の字なんですよ。今いわゆるこう8、数字の8あるじゃないですか、あれみたいな感じで巻いていくと。でそれを畳んだらこの巻き方になるんですけど、うん、で、なんていうかな、まずこう
ここからここから田田さんに輪っかつく、それはするよね、できるでしょ、ここまでいけるでしょ、うん、で次はね普通なんですよ、こう、うん、こういくでしょ、反対にするんだ、でここ反対にすればいいんだっけ、こう、そう、で反対くるっとする、そう、反対にするね、くるっと回すのか、そう、わかります、うん、ちょっとね、これ変な癖がついてるからちょっとシューってやりましょう、だからこう、まずここからこういくじゃないですか、うん、で次こう、うん、で次、こうやから、こうやからこうでしょ、うん、で次もこうで、こうで、こうでやると、わかります、うん、でこの時に手でこう1回目返して、次くるっとこうケーブルをやって、うん、で次またこうやって、うん、でまたここでくるっとこうやって、で最後こうやったら、だいたいこう頭のケーブルとお尻のケーブルがだいたい同じぐらいになるんですよ、でこれでここで止めると、次使う時に例えばカメラにこう刺す、でスルーっといくよね、で刺すって言ったらここからシューってこういくから、なったらいいじゃんっていう、うん、8の字巻きでございました。でこれいろんな開き方があります。早い人になったらもうほんと極限みたいな感じで、で全国のそういう映像機器店とか音響機器店に行くと8の字巻き選手権みたいな感じ、そうなんだ、でこれ多分ね、これ10メーターぐらいやけど、あのやっぱりね、あのスタジアムとかで使うケーブルはもう100メートルとか、うん、200メートルとかあるんで、それをもうシュ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 、もうほんとこんな感じで捨てる、でもそれが絡まらんから早いよね、そうです、次出す時に、はい、次出す時もあれやし、ケーブルの保護の観点からもいいんでしょうね、すごく、なるほど、でこれを小川さんが夜な夜なやってると、夜な夜なじゃないんやけど、ちょっと時間早く行ってなあ、浜田岳さんですか、違います、宮谷ですよく言われるんですけど、浜田岳さんにはちょっと、ね、すごく似てるんですけど、浜田がこんな感じ浜田岳さんですよね、金八先生金八先生なんですよ、うん、ちっちゃい頃は、はい、副業なんですか、副業じゃない違いますよ、浜田岳ではないんですよ、はい、僕宮谷宮谷と言います、はい、これからね、ということでね、はい、いろいろとこの八の字巻きも小川さんが覚えていきますので、はい、それではこれぐらいにしましょうかね、そうですね、僕らもちょっとお昼から、はい、結構ね、いろいろお問い合わせもいただいてて、アルスタの方、そうです、あのバタ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 しておりますけども、うん、今週はね、テレビでほのぼのにも出させてもらいますので、そうなんですよ、広報課の仕事をしつつ、うんうん、そういったこう、うん、ね、こちらのアルスタでね、いろいろとこういう映像機器の、まあ、録音からライブ配信までレンタルスタジオも込みでいろいろやっておりますのでね、お気軽にお問い合わせ、はい、そして無料で見学会もやっておりますので、ぜひ来てもらったらコーヒーは出させてもらいます、そう、浜田さんに会いますよ、サインの練習しときましょういや、しないいや、はい、ということで午後からの仕事も頑張ってください、以上、石栗昼休み広報課でした、バイバーイ、また明日、お疲れ様だった、またも